どうも、夢アクアです。今回は、前回の動画でも言ったように、うちの水槽に入っているすべてのサンゴを紹介していこうと思います。なんせ今日はサンゴの日ですからね。何もしないのもつまらないですし、せっかくなので急遽作ることにしました。2日連続で動画投稿するのは、このチャンネルでは初めてですね。久しぶりに頑張りました。笑い。前回交換してもらったサンゴも含めてしっかりと解説までしていくので見ていっていただけると嬉しいです。それでは始めていきます。と、その前に、あんまりサンゴについてよくわからない人もいると思うので、今後少しでもわかりやすいように最初は大まかに説明しますね。まずサンゴは、大きく分けてソフトコーラル、ハードコーラルの2つに分類されます。ソフトコーラルは骨格、人間でいう骨を持ってないサンゴです。ソフトとついてますから、このサンゴは、ほとんどが柔らかく死んでしまった場合、何も残りません。丈夫なものが多いので、サンゴデビューするのにはうってつけです。それに対してハードコーラルは、骨格がありとても硬く、ソフトコーラルと違って死ぬと骨格だけが残ります。沖縄の砂浜に行くとよく、サンゴの破片が落ちてたりしますよね。あれは全部死んだハードコーラルです。ハードコーラルはここからさらに2種類に分類され、LPS と SPS に分けられます。LPS はラージ、ポリープ、ストニーの略で、ラージポリープ、つまり長いポリープを持ってるサンゴのことを示します。ソフトコーラルより飼育難易度はやや高くなりますが、丈夫なものも多いので、ソフトコーラルをしばらく飼育してから挑戦してみることをお勧めします。SPS はスマル、ポリープ、ストニーの略で小さいポリープを持つサンゴを示します。まさしく、サンゴって漢字の形をしていて、皆さんがイメージしてるのが、この SPS なのではないですかね。かなり水質に敏感なのが多く、ちゃんと水替えしないと、ポリプも出さずに死んでしまうことがあります。これで、サンゴの大体の説明は終わったので、いよいよ、うちのサンゴの紹介をしていきます。まずはこちら、格王と激区名詞です。この前ボンシャブさんからいただいたサンゴの一つで、ハードコーラルの LPS に分類されます。ハードコーラルの中では上位に入るぐらいの丈夫さで、うちの水質でも十分飼育できます。カラーバリエーションも豊富で一度買ってしまうと沼に入る人がいるぐらいです。自分も最近新しい角を購入しちゃいました。成長速度はまあまあって感じです。半年ぐらい経てば一回り、二回り大きくなるので、観察していて楽しいサンゴです。値段は安くて2000円。高くて数万円。おすすめのサンゴなのでまだ飼育したことがない人はぜひ迎えてみてください。名前に菊名詞とつきますが、種類的には花形サンゴの仲間です。次に紹介するのは、コモンサンゴです。ハードコーラルの SPS に分類されるサンゴで、このコモンは SPS の中でも丈夫な方なため入門詞としておすすめです。うちのコモンはコーラルアクアテックさんで購入してから1ヶ月ちょいが経過してますがとても調子がいいです。一部発火してもすぐに回復します。成長も早いのでどんどん大きくなっていくので、よく株分けされてる方もいますね。カラーは角王トゲほど多くはないですが、こちらも綺麗な個体がたくさんいます。注意点としては SPS なので、強い光を必要とするのとある程度水流があるところに置いてあげないと、調子が崩れやすくなります。そこさえ気をつければ、基本的には大丈夫だと思います。三つ目は海キノコです。このサンゴはソフトコーラルで、丈夫っちゃ丈夫なのですが、ポリプが開くのに時間がかかる時があります。うちの海キノコも最初は少ししかポリプを開かず、今の状態になるまで結構時間がかかりました。昔はよく動かしたり、水流を変えたりしてましたが、本当はいじらずに待つことが大切のようです。カラーは主にベージュ、ホワイト、グリーンがあります。照明は結構強めが良いとか、
そしてこんな感じでクマノミがイソギンチャクと勘違いして強制することもあります。ちなみに株分けするときはハサミで傘の部分をカットするのですが、臭いです。続いて4つ目はスターポリプです。ソフトコーラルに分類されます。スターポリプはこのふさふさとしたポリプが特徴で、芝生のように見えますよね。サンゴの中では1位と言っていいほど丈夫で、相当悪い水質、雑に扱ったりしない限り、まず溶けないでしょう。増えるスピードも速く、あっという間に広がっていきます。株分けもしやすいので、サンゴの基礎を学ぶことができると思います。カラーはグリーンがほとんどで、その他に紫があります。飼育しやすいサンゴですが、一つ注意しなきゃいけないのが毒性です。人間に害はありませんが、他のサンゴとぶつかると溶かされたりするので、なるべく距離を取っておきましょう。5つ目はウィスカーズコーラルです。ハードコーラルの LPS に分類されます。このウィスカーズはオーストラリア付近にしか生息していない固有種のサンゴで、一昔前までは小さなフラグでも結構高価でした。ですが最近は入荷量も比較的多くなり、増えたものを株分けしたものが出回るようになり、数千円で買えるほどまでになりました。固有種と聞くと難しそうなイメージですが、別にそんなことはありません。うちのウィスカーズなんですが、この部分、ちょっとポリプが短くなってますよね。実は数日前に角王トゲと接触し、溶かされたんですよ。溶かされても、数日で復活してくれるので結構タフなサンゴだと思います。成長速度も速いサンゴでもうすでにちっちゃい株が出てきてるので、今後が楽しみです。紹介するサンゴもかなり減ってきましたね。6つ目に紹介するのは、豆砂銀着です。ソフトコーラルに分類されます。普段は豆砂と訳されて言われていて、このサンゴもとても丈夫でスターポリプと同じくらい水質悪化に強いです。が、綺麗な水質でも突然衰弱してそのまま溶けてしまうことがあります。いろんな模様があり、カラーバリエーションは角王トゲを超えます。豆砂の中でもアメリカで育てられたものを USA 豆砂といい、とても美しいです。うちの水槽に入ってる、このレインボーのやつが USA 豆砂です。価格はバラバラで安くて500円。高いものだと一粒で数万円の価値がつくものもあります。増えるのは早く、これも最初は一粒だったんですよ。弱い照明で飼育してると茶色っぽくなってくるので気をつけてください。最後に紹介するのはディスクコーラルです。ソフトコーラルに分類され、人によっては買って一番後悔しやすいサンゴです。このサンゴ自体はとても丈夫で、弱い照明でも十分生きることができ、綺麗なのもいっぱいいます。ただ問題が一つ。それは増えやすいことです。このディスクを購入したのは約2年前、某ネットのペットショップで売られており、届いた時は3センチぐらいでした。そこから一月ごとに大きくなっていき、今のようになりました。正面から見るとあまり大きさが伝わりませんが、手と比べてみると一目瞭然ですね。手の大きさが20センチなので、ディスクは25センチぐらいあります。ここまで大きくなると他のサンゴに危害を加えてくるので、60から90センチ水槽に移しました。これ以上大きくなっても困るので、処分しようか迷いましたが、22さんが引き取ってくれるとのことなので、助かりました。皆さんもディスクを入れるときはよく考えてから入れるようにしてくださいね。私みたいにならないように。そんなわけで今回はサンゴの日を記念してうちにいるすべてのサンゴを紹介していきました。かなりざっくりとした解説でしたが、これからサンゴを飼育される方の参考になれば嬉しいです。わからないことがあればコメント欄で聞いてもらっても大丈夫です。それでは今日はこの辺で。チャンネル登録、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。